ちは、ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。この番組はですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はお家で過ごそうということで、お家でできること、そうです、タップダンスです。はい、タップダンスを配信しております。ということで、もうお分かりですね。行きましょう。本日のテーマは、こちら。はい、皆さん元気にタップダンスやってますでしょうか。本日も皆さんにお会いできたことを感謝して全力で配信していきたいと思います。今日もお家でタップチャレンジ、イエーイということでですね、皆さんの貴重な10分ちょっといただきますけども、ぜひね、一緒にその10分ちょっと楽しんでいただければなと思います。タップって面白いな、タップってそうやったことになってるんだ、タップって面白そうだな、やってみたいなと思っていただければ一番嬉しいかなと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。それではですね、この動画の流れを説明させていただきます。まず今日やるステップで、その後にそのステップの解説ですね、まあステップの順番です。でその次にワンポイントコツ、はい、これワンポイントコツはラクタップエンタメ専門用語です。こうやったらうまくいくよ、ここ注意したらいいですよっていうところを説明させていただいて、最後に曲で一緒に踊っていけたらなと思いますので、最後までよろしくお願いします。それでは早速ですが、今日やるステップいきます。せーの、こういうステップになります。今日のテーマは4連です。で今までね、4連4サウンドステップいろいろやってきたと思うんですけども、今日はパドル&ロール、はい、こちらにちょっとというよりもものすごく似てます。でも今日はパドル&ロールではなくて、今日使うステップは実はこれだけです。はい、バックブラッシュとステップヒールだけです。これだけしか使えません。ちょうどね、今前回からもやってますけども、ヒールのトレーニングやったと思いますけども、これもね結構ヒールのトレーニングになるし、結構ヒールを意識しないとこのステップあれってなっちゃいますので、ぜひねヒールのトレーニングも兼ねてやってもらえればなと思います。ではステップの解説に入らせていただきます。今日私左のヒールから始めさせていただきます。なので僕をいつもやってるようにですね、鏡として使われてもいいですし、僕と同じ左足からでも大丈夫です。今日ね交互には出てくるんですけども、やっぱりいつも言ってますようにね、左からスタートするのと同じ右からスタートするのとね、結構やっぱね感覚違うんですよね。なのでもしよければいつも言ってますけども、反対足バージョンもちょっと練習していただけたらなと思いますけども、ひとまず今日僕左足スタートさせていただきます。ではまずやるステップいきます。左のヒールがワンで、その時ですね、このバックブラッシュの準備です、はい、バックブラッシュしたらすぐヒール入れます。でステップヒール、バックブラッシュヒール、ステップヒール、バックブラッシュヒール、ステップヒール、バックブラッシュヒール、ステップヒール、やることはこれだけです。せーの、多分大丈夫だと思います。それではこのワンポイントコツいきます。まず一つ目はこうですね、ヒール踏んだ時にちゃんとバックブラッシュの準備で、ここでバックブラッシュの準備をしとくと楽です。ドンパタラタラタラ、ここのバックブラッシュの準備をいつするかです。まあ、最初はねヒールついた瞬間なんですけども、次はここで体重移動できちゃいますので、もうこのステップついた瞬間にもうバックブラッシュ準備してヒール踏んで、でこうやるのが理想ではあります。なんでちょっとそこを気をつけてもらう、バックブラッシュのバックブラッシュの準備、
要は体重が移動した時にバックブラシの準備をするっていうところが一つワンポイントコツです。とあともう一つ、これは結構ねタップをやられてる方はそうなんですけど、これね油断するとすぐパドル&ロールになります。最初こうしてるつもりなんですけど、こうしたくなるんですよね。こうしたくなるので、ぜひここは油断大敵だと思います。これ逆にタップ慣れてる人は油断大敵です。これ意外に蹴っちゃってパドル&ロールなので、なのでそれをやっぱ防ぐためにもしっかりこの体重移動ですね、これをねちょっと上にバックブラッシュするイメージ、こうバックブラッシュすると多分これが出てくるんですよね。なので上にバックブラッシュ、わかります？上、これでちょっとね区別つけてみてください。パドルになる人はですよ、ならない人は別にこれでも大丈夫なんです、引いても大丈夫なんですけど、もしパドルに、あパドルと被りそうだなって方に関してはちょっとバックブラッシュを効かないで上、こう意識するともしかしたらちょっとクリアできちゃうと思います。もちろんこれでね、さっき見た前に別にこれでは間違いませんよっていう人であれば全然引いてもらって大丈夫なんですけども、あともう一つ、ちょっとは下がった方がやりやすいです。ここに置くとね、どうしてもこの足前だけ出したくなるので、わかります？後ろにつくともうバックブラッシュの足ももうできやすいですし、なのでちょっと後ろに下がるイメージ、ちょっと後ろに下がるイメージ持つといいかなと思います。なのでワンポイントコツとしては、このバックブラッシュのステップのこの上げるタイミング、ちょっと上に引くイメージ、最後に後ろにステップをつくイメージ。まあね、あんまり後ろつくと今度はこのちょっとね狭い空間の中ではちょっとできないんであれなんですけども、ちょっとで大丈夫です。後ろにちょっとスイメージ持つとやりやすくなると思いますので、ぜひその点を注意してやってみてください。では今日もうこれしかやりませんので、これのトレーニングなのでやることをいきます。リズムはこうなります。タタ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 、そうですね、もう今日はねやるステップはもうずっと同じなので、それを倍取りするかっていうところですので、とにかく気をつけるところはさっき言ったワンポイントコツのところを気をつけてやってもらえればなと思います。で必ずねヒールがワン取りますね。ワン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 、ここねヒールでしっかりリズム取ってもらえるとリズムも崩れにくいかなと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。で今回もまたヒールのいい訓練になると思います。それでは曲でいってみましょう。はい、じゃあいきます。
さんいかがだったでしょうか。まあ、いろいろ僕なんかすいません、掘り飛びのないような動画の上げ方してると思いますけども、やっぱりねステップも知ってほしいのでステップをいっぱい上げてるんですけども、でもねやっぱりそこに必要になってくる基本的なねことも重要になってくるので、やっぱりやるステップ紹介したらやっぱりこういうスキルももうちょっと上げていきましょうねってことで、まあ今回ね前回に引き続きちょっとヒール強化っていうことで、あとねこういう4連もありますよっていうところで紹介させていただきました。これもねいろんな4連の一つなので、もうこれも非常に面白いと思いますので、ぜひこの4連も練習していいヒールのエクササイズにしてください。それでは今日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければですね、ラクタップエンタメに参加というところでチャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。